続いてフロアコンソールの組み立て60号いきます。60号、まずコンソールの蓋ですね。蓋の取り付けをして、これ56号の両面テープいります。56号の両面テープを使うんで、皆さん捨ててないですかね。でシフトですね。シフトこんな感じになります。じゃあいきます。まずこの蓋にヒンジの向きはヒンジを取り付けてピンで留めます。黒いピン、このピンのピンで留めます。それを接着します。このコンソールボックスに、ここに接着で開け閉めができる。これを接着します。続いてこれをカッターで切り取ります。で両面テープを貼っていきます。でこっちの面ですね、こことここに両面テープ貼ります。で先ほどのコンソールに貼っていきます。ここだけ急にちょっとメタルの質感なんですね。でその後サイドブレーキを接着するんですが、サイドブレーキここ黒になってるんですけど、多分当時銀色じゃないかなと思うんですけど、これまた塗らなきゃいけないかもしれないですね。色を塗る方、これ接着する前に塗った方がいいですね。続いてシフトノブですね。これパターンが書いてあります。読めないけどこの向き、これ接着していきます。でそれとこのピンですね、このピンをここを接着します。結構スカスカです。今度はブーツの方ですね、シフトブーツの方に接着します。これ向きのこともあるから、先にこっちを下から通すみたいです。ブーツ先にこれを通しといてから、後でゆっくり接着するとき向き合わせた方がいいかもしれないですね。先にブーツを通します。でノブの方くっつけていきます。でそれをネジ止めしていきます。フロアにここですね、この位置に置いて、こことここ、で最後バッフル、右と左に LR マークがあるバッフルつけていきます。これとこれの接着です。ですね、はい、接着していきます。はい、以上で完成ですね。60号完成です。1号が基板とケーブルコンピュータユニットの取り付け。